します。よろしくお願いします。作曲家の和田貴文と申します。 YouTube をやってるのでご存知の方が結構いらっしゃるかもしれないんですけれども、本業作曲なのでこう森本さん、あの本職エンジニアさんなので、あの私なんかがこうしゃしゃり出るのもなんか恐縮だなと思いながらもちょっとお話できたらと思います。はい、よろしくお願いします。はい、レコーディングエンジニアの森本浩二です。ABEX エンターテインメント、まあ、レコード会社 ABEX のスタジオのフォームっていうのを立ち上げて、チーフエンジニアをやっております。よろしくお願いします。気がついたら使ってたんですけどあれ何だったんだろうなと思って、アーカーゲーが買収された後にちょっと不信感を持ってたとこがあって、あ、もう赤ゲーダメだなってちょっと思い始めた時に、その元赤ゲーの技術の人が独立して立ち上げてって話聞いて、そういうことかと思って、でそれでオーストリアン試してみてっていう感じで、きっかけはそういう感じなんですよね。マイクも OC818 は結構早い段階で使い始めてますね。 HiX の506065が今のところ最強だなっていう、不満点もあるんですけど、65が今のところ割り切って使うっていう意味では一番頻度高いですね。当時 MI7 さんから、これが出ますというので聞いてくださいって言われて、818を渡されて聞いたのが初めてですね。まあいいマイクだなと思いましたけど、はい、赤毛のね人たちが作ってるっていうので、まあ聞かせてもらったらその古い赤毛にやっぱ近い、ただ、うん、ダイアフラムの周りがセラミックなんですよ。なのですごいこうソリッドなんですね。なので音色もちょっとソリッドですけどね、その昔の414 EB とかに比べると。でトーンは、今回これにあたって、まあまあもともと実は発売するやつとかしたやつを聞かせてもらったんですけど、まあ正直ちょっと好みではなかったんですよ。まあ多分ヘッドホンって人によって音の聞こえ方全然違くて、作ってる人とは多分好みがっていうか耳の構造が違うのかなと、本当に違う聞こえ方するんで、でまあそういうふうに言ってたんですけど、でまあ今回この企画にあたって、まあ前々から聞いてくれって言われたザ・コンポーザーって一番高いやつ、まあこれ聞いてくれって言われてたんですけど、まあ正直ちょっと耳のねその聞こえ方が好みと違うからまあいいかなと思ったんですけど、まあ今回にあたって聞いたらすごく良くてびっくりして、39万円買うことになるのかとさっきちょっといろいろ聞き比べさせてもらって、これ 65でしたっけ、うん、はい65、はい、65もすごい、うん、よくて、それもいいですよね。ただまあこっち聞いちゃうとねっていう、僕はオーストリアンオーディオを最初使い始めた時はどんなもんなのかなぐらいな感じで入ったんですけど、使えば使うほどよくできてるなって実感させられるんですよね。でそれは何かっていうと、この818はいろんなものに立てて録音してみたんですけど、そうそう失敗しないっていうところ、これ立てとけば間違いなく取れるみたいな打率の高さみたいなのがあるんですよね。であと個人的に好きなのはピアノに立てるのが好きで、結構これをそんなに突っ込まないでこうステレオで立てるみたいな、それぐらいでも全然ピアノらしい音が取れるっていう。で今までピアノってやっぱり難しくて、どうしても共振が強くてどっかにレゾナンス出ちゃったりとかっていうのが気になってて、ピアノってこういう音じゃないよなみたいなのがあったんですけど、これで撮ったら本当にナチュラルに撮れるようになって、これでいいじゃんみたいな。だから下手に立てるぐらいやったらこれ立てて撮った方が失敗しないよっていう感じがありますね。プロのエンジニアさんはもうそこは極限までベストなものを選んでいくと思うんですけど、ストライクゾーンが広いみたいなところは大好きなところですね。まあ、あとフラットな特性、マイクって結構その広域がエッジが立ってたりとか低域がふくよかだったりとかっていろいろあるんですけど、とにかくフラットっていう感じで撮った時は地味な感じがするんだけど、で後々ミックスしてる時にすごくやっぱよく撮れてるなって思うところが好きですね。まあ、自分は818しか使ってないので、18とか16っていうのはどう違うのかっていうのは、まあ、そんなに詳しくは分かんないんですけど、818はそれが強いですね。であとポーラーデザイナーでしたっけ、これはほとんど使ってないです。もったいないほとんど使ってないですね。でも一応全部使えるやつで買ってるんですけど、でもほぼカーディオイドでこう撮ってることが、もったいない
マイク NI、はい、まあだから818これあのさっき言ったようにセラミックのそのフレームなんですごいしっかりしてるんですよね。なので歪みが少ないですね。うん、やっぱりこう揺れることによってやっぱ歪むと思うんですよ。なので歪みが少ないです。まあ正直一番役に立つのはライブのオーディエンスマイクですね。それはやっぱりダイアフラムがやっぱまあセラミックっていうのもあるんですけども、それを言ったらポーラデザイナー指向性があの前と後ろ別のトラックに録音して、うん、でプラグインで指向性をいじれるんですよ。無指向から総指向性まで。だから結局バンド別にこう切り替えられるんで、それがもうものすごくありがたくて、特にライブだと。なぜかというとライブってステージの、まあ、時間差もあるんで、オーディエンスマイクって普通に考えるとこうスピーカーに向けて立てそうな気がするじゃないですか。オーディエンスマイク違うんですよ。お客さんの声を取りたいんで、あとスピーカーの音は別に取りたくはないんですよ。まあオンマイクで全部あるんで、お客さんの声と空間の音を取りたいんでこうスピーカー側に立てる。その時に低域っていうのはやっぱサブウーファーが前の方にあるんで低域にこう囲まれてるわけですよね。そこで単一指向性で取っても、うん、そのローも取れちゃうんですけど、その指向性って前のダイフラムと後ろのダイフラムが、まあ、逆走なんですよ。でこう8の字になってるんですけど、なので実は両方に同じ音が入ると録音できないんですよ。なので周りになってる音は取れない、逆に取らなくて済むんで、ね、ローがすごいところに置いてもローは取らないんですよ。総指向性にすれば全部を総指向性にすると今度はこのステージ側の音も取れちゃうんですけど、それはローだけ総指向性にする。そうするとローは取れなくて中高域は単一で前向ける、うん、ということをすると望みのものが取れる。これが本当にね画期的すぎちゃって、だからローだけいくつかのヘルツから下を総指向性にしてとか、だから楽器とかでスタジオで使って、うん、もうちょっと部屋のローを取りたいなと思ったら、ローエンドだけ無指向にするとか、そういうことをしますね。あ、なるほど。ピアノ、はい、ピアノって指向性でものすごい音があるんですよ、うん、なので、はい、ぜひポールデザイナーを入れて、はいはい、取って、はい、後で指向性を変えてみるといい。ピアノこそ使わないともったいない。あ、そうなんですね、うん、これポーラーデザイナー使えるのは818です、ね、だけなんですよね。18は単一指向、うん、で固定なんですけど、うん、実は単一指向で使うんだったら僕は18の方が好きです。ああ、そうなんですね。これを単一で使える、なんでそんなこと言うと怒られますかね。ベースアンプとか、ベースアンプっていうと、まあ、80年代から47FET ってノイマンの中盤、あの FET マイクを使うのが結構流行って、うん、それ以来未だにそうなんですけど、うん、実はでも18の方が僕は好きですね。ベース取るときもその低音とかもいい感じに取れます。いい感じに、はい。ああ、そうなんですね。すごい輪郭もあって、うんうん、歌も18ですよ。へえ。多分それ言うと何でしょうね、これはねすごい上品なんですけど、うん、18の方がちょっとねエッジが立ってるんですよ。ああ、音色として。18と818はあの CEO とお話した時に、はい、一緒って言うんですけど、はい、これ違いますよね。そうです、違います。一緒のつもりで一緒の回路だとしても多分音色は違うんだろうなっていうふうに思います、うんうん、はい。まあ、ダイヤフラム1枚ですよね。あ、そうか、うん、1枚こっち2枚なんで、そこでもう物理的に全然違うんで。そうですよね。リアルなものを撮るんだったら18とか818がいいと思うんですけど、その16ってちょっと良くも悪くもそのデフォルメされるというか、ちょっとレンジ狭くなる感じがあるんで、それをうまく利用するんだったら選択肢としてはありかなと思いましたね。まあ、でもこっちのマイクは多分もうノイマンとか、まあ、だからトップエンドと戦うマイクなんで、うん、別物ですよね、うんうん、そうですよね。18もノイマン67とか、まあ、それに 800G とかと戦えるマイクなんで、うん、それをこう、そうなんですよ、気にせず何も言わずに歌ってもらうとこっちがいいって選ばれることはあるんで、うん、ヘッドホンであんまりミックスとかしなくて、レコーディングの時は密閉型を使っちゃうんでこのオーストリアンとか使わないんですけど、でも音をチェックしたりとかマスタリングのチェックをしたりとか、まあ、そういう時に必ず使うのが6号ですね。まあ、これ出たのだいぶ後なんですけど、最初50っていうの、5055っていうのが出て、50の方を買ったんですけど、でその後開放型が出るって聞いて、もう速攻買ったんです。あの聞かずに買いました。そしたらもう本当に抜群に良くて、オールマイティにいいとは思ってないんですよ。ベストだとは思ってないんですけど、とにかくフラットに聞こえるっていうこととトランジェント特性がすごくいい、そのオートのその特性
タイミング精度がすごくいいんですよね。そこがいいだけで、広域が出てる、低域が出てるとかっていうのはむしろどうでもいいぐらいな感じで、これでまずそのトランジェントを確認できるっていうのでベストだなと思ってます。ただこれの不満点っていうのもあって、低音のふくよかさがちょっと足りないなみたいな感じがしてて、まあ、ただそれはこのヘッドホンはもう 10M とかのスモールのモニターで聞くのと同じような感じでバランスを取ったりとか、そういうような役割にして、低音は別のヘッドホンで聞けばいいかなみたいな感じにしてました。まあそれでこれが登場しちゃったっていうのがあるんですけど、でも6号はでも音をモニターするものとしてはすごく抜群にいいなと思ってます。もう明瞭感が全然違います。もう6号はもう本当に細部までよく見える感じで、ごちゃごちゃしないんですよね。5055ももちろんオーストリアンの特徴というか解像度すごい高い感じでは聞こえるんですけど、6号がもう抜群に良すぎて、比べちゃうともうおしまいです。これ聞いたら、例えば55と565、まあ、密閉と開放になっちゃいますけど、値段の差だいぶあると思うんですけど、聞いたら無理してでもこっち買っちゃうかなみたいな感じはしますよね。っていうか、むしろこれじゃないとダメみたいな、オーストリアンのヘッドホンって言ったらこれでしょみたいなぐらいな感じですね。これを聞いてほしいっていう感じですね、オーストリアンっていう意味では。オーストリアンのはだからその一番最初のやつ、それはもう多分10秒ぐらいしか聞かなかったうんって。それでその後にまあ Bluetooth のやつとか聞いてましたけど、作ってる方の耳が自分とは違うなと思ったんで聞かなかったんですけど、で今回これをやるにあたって、まあこれずっと聞いてくれって言われたんで、ザ・コンポーさんまたどうせでしょと思ったんですけど、聞いたらすごい良くてびっくりしましたね。もう全然全然別物です、自分的には。でも録音を聞いたらそんなに別物でもないんで、多分こう流れとして多分こういう方向に来たんだろうなって、あとは何かお金をかけるとこういう音にできるって分かりながらできなかったとか、うん、いうことなのかな。でもまあ僕はだから第一印象としては作った人違うんだろうなって思いました、うん、ただ6号と6、うん、これの密閉がはい60です、ね、60、60は似た同じ傾向なんで、うん、まあ、その段階でもしかしたら変わってるのかもしれない、うん、いろんな人に聞いてもらったんですけど、スモールモニターとラージモニターの間ぐらいだねっていう、うん、まあ、スピーカーが聞いてるみたいな感じになって、僕ヘッドホンよく使うんですよ、まあ、使うのは手話1540ポノンっていうのは0202特急っていう、ええ、うん、あとはボーズを使ってるんですけど、あとはまあゼンハイザーとかタゴスタとか。外方はやっぱりさっきも言ったようにローエンドがちょっとこう密閉だとこう迫ってくる感じがあるんですけど、うん、ないんで、うん、ローエンドあまり聞かないんですけど、でもこれは僕さっき、まあ、すみません、さっき聞かせてもらったんですけど、こう録音はローエンドを僕ちゃんと聞こえるなって思って。そうですね、そうなんですよ、ね、聞こえないわけではないって感じしますよ ね、バランスもすごくいいと思います、うん、すっきりはしてますけどね、ええ、でこれとこれの違いは7倍の違いはないって思っちゃうんですね、うん、6号がいい、そうですね、そうん、と思いました、はい、うん、最後聞き比べたんですけど、どっちもいいなっていう、こっちももう買おうと思ってたんですけど、ちょっと心揺らいで、でこれと密閉の60を聞いたんですけど、60より65の方が好きなんですか。僕は65の方が好きですね。60のあの密閉感、はい、やっぱり好きだなさっき思って、あと注意しなきゃいけないのは、今回これ良かったんで持って歩いていろんな人に聞いてもらったんですけど、自分はヘッドホンアンプ彼にとってとかとこのやつを使ってるんですけど、まあ持っていけなかったりするとその辺刺すじゃないですか、やっぱその辺刺したんじゃない、全然実力出ない。電電ジェン聞いてもらってると、なんかこう、これあこんなもんかぐらいの、あれおかしいなと、もっと感動するはずなのに、ちょっと聞かせてってもらったら、やっぱああそうか、やっぱヘッドホンアンプでこんな違うの、ヘッドホンアンプってね、ものすごい違うんですよ、音。膝、うん、についてるヘッドホンアンプ、やっぱ付録なんで、やっぱそれとはやっぱ全然違うから、ぜひ、ね、うん、ともアンプをね、やっぱアンプ持って歩かなきゃなと思って、うん、今日は持ってきましたけど。大手のメーカーでも、その付属してるヘッドホンアンプって、本当におまけっぽい感じのところありますよね。で、ね、まあ、でもヘッドホンアンプはやっぱね、いいのを使った方が耳が楽。で、ヘッドホン使う理由は、みんなと多分僕違くて、スピーカーってこう、空間から出た音を、耳の間で計算してるんですよ、うんうん、でこう認識してるんですけど、うん、ヘッドホンは直接聞くので、うん、その計算がいらないんで、はいはい、飲むと楽なんですよ、はいはい、実はあの自然とその部屋の残響を計算して差し引きして聞いてるみたいなことが、そうですね、普通のヘッドホンそんな長時間できないんですけど、うん、これ忘れるんですよ、あ、はいはい、本当に忘れます、あそういえばヘッドホンでずっとやってたなみたいな、うん、それぐらい多分ね頭が楽というか耳が楽というか、うん、
僕はどっちかというと頭の方なんですけど、うん、脳みそが楽なので、やっぱ買うしかないのか買いましょう、うん、これは買うしかない僕はあのこの6号をさっき言ったその6号のちょっと惜しいなって思ったその低域の量感がちょっと惜しいなというか、まあこれはしょうがないのかなって思ったんですけど、コンポーザー聞いたらそこが結構改善されてるっていうか、ちゃんとこの量感があって、普通はそれが出ていっちゃうことによって感じにくくなるんですけど、これはそれがないですね。何もヘッドホンするにしてるの忘れるぐらいなんで、本当になんか外でスピーカーを聞いてるみたいな気持ちで聞けるという、うん、でもあのすごい気になるところが、はい、結構そのオーストリアこれもそうですけど、はい、割と何ですかその フラットというか、そんなにエッジを立たせてるっていう感じではないヘッドホンだと思うんですけど、はいはい、落ち着きがあるというか、そこは森本さん的にはどうですか？バランスで使えば十分だと思いましたけど、はいはい、うん、けどアンバラで使うんだったら自分はカレントの方が好きだなと思って、うん、アンバラだったらさっき比べてオーストリアよりカレントの方が好きな音だなと思って、うん、ただバランスすると全然別の違うキャラになって、うん、で、あ、バランスはいいなって、うん、だからそこを我慢するかどうかを今悩んでると思うんですね、うん。次買おうかと思ってる。いやでもこれはちょっと欲しいですよね。いやでも、いや買えないんですよ全然、こんな高額なものはなかなか買えないんですよ。でもいつかは欲しいなみたいなのはありますね。いやでもあの正直最初にあのヘッドホンあんま使わなかったって話したじゃないですか。で基本スピーカーでやってるんで、ヘッドホンはもう本当に最後の確認だったりとか、スピーカーない時に使うっていう考え方だったんで、あんまりヘッドホン詳しくなかったんですよ。でも YouTube やり始めていろんなレビューしてるうちに、だんだんそのヘッドホンマニアみたいになってきちゃったみたいなとこがあって、例えばあのフォーカルのクリア MG とか、あの辺とか15万20万とかしますよね。あれ高すぎて買えないっていう自分の中ではそういう位置づけなんですよ。高いけど、まあいつか欲しいなとか聞いてみたいなとかっていうところにこう君臨してる。でもなんかそれが高いって思ったのに、これ40万ぐらいじゃないですか、これだけで。なんかもう金銭感覚がおかしくなっちゃって、15万ぐらい あのヘッドホン高くないのかなっていう気がしてきちゃうんですよね。メーカーのその思想と自分の感覚が合えば多分そうですね、いいっていうことですよね、うん。まあでもこれじゃなくて僕は6号で十分だと思いますけどね、普通に使うの。もう皆さん買ってもらいましょう今日6号、うん、うん、いやでもずるいですよね。これが40万って言って、これじゃあ6万って言ったら、安っ、安っってなりますよね。でもまあその本当にそんなに違いは、うん、まああるんですけど、その価値をね、なんだろうな、人それぞれだと思うんですけど、うん、僕は別にもう仕事なんで必要だなと思う部分があるんですけど、はい、いやでもね、6号聞いて本当に良かったんで、さっきも聞き比べたんですけど、6号、60、はい、まあ、この3つとザ・コンポーザー、うん、まあ、ちょっと違いますけど、うん、ちょっと悩んだ方がいいのかなっていう気がしますね、うんうん、はい。これ前 YouTube でもちょっと話したんですけど、チューブのマイクとかそういうのは出してくれたら面白いなとかっていうのは思いましたね。でもまあオーストリアンはそういうふうにはそういう方向にはいかないのかもしれないですけどね、まあ、でもその話今何かなと思ったんですけど、そうですね、だから赤毛 AKG だと、うん、まあ、C12 っていう、うん、まあ、そうですね、名機があるんですけど、うん、でその後 C12VR っていう、うん、まあ、ザ・チューブとかその新しいのを出してたんですけど、やっぱり元のオリジナルの C12 とは全然違くて、やっぱりそんなに普及しなかったんですよね。それにちょっと挑戦してほしいなってちょっと思いますけど、うん、C12 を出してほしいなって今思いましたけどね。ボーカルマイクとしてね、うん、いっぱいこうクローンいっぱい出てるんですけど、いやうちらが本物だよというのを出してほしいなと。うん確かに本気のチューブを聞きたいんですよ。そうなんかこの818はどっちかというとクリーンな音を取るっていう、本当にクリーンを目指してるんで、ちょっとチューブってやっぱり歪みがあったりとかで、そういうふくよかになったりとか、だいぶそのクリーンとはちょっと対極になってくるんで、思想とは違うのかなとは思うんですけどね。でもそのやっぱ C12 とか出してたあの時代の音をそれを目指すってことはないと思うんですけど、今現代でそれ作ったらどうなるのかっていうのは気になりますね。あのまあ、僕は60の方がいいというか、まあ、60の方が密閉型としては完成度高いですね、はい、
あの個人的な感想なんですけど、これあの個体差とかもあるかもしれないんで分かんないんですけど、ゴーゴーはなんかこのハウジングもそうなんですけど、なんか真ん中がこうはっきりしない感じがあって、こうずっとこうあれあれとかってやりながらこう聞いてる感じがして、なんか定まらないんですよねっていうのがあって、だからあのこれ個体差かもしれないですだけど、そういうのがあって個人的には60の方が密閉型であればいいなと思います。ヘッドホンはやっぱりその聞く人によってその聞くフォーカスしてるところが違うんで、それぞれそれが合うかどうかっていうのが大事ですよね、うん、それじゃなきゃ、まあ、こんな言っちゃうんですけど、こんな分世の中出るはずないと思ってます、うん、そうですね一応端でどっちも大丈夫ですよ、うん、楽も大丈夫だし、はい、多分マイクとしては多分他で18とかこれのクオリティ取ろうと思うと多分30万ぐらい出さないと多分取れない気がしますよ。まあキャラはちょっと違うとは思いますけど、クオリティっていうのはすごく価格以上なんで自信を持って使って大丈夫だと思いますよ。知り合いの作家もやっぱ18試して87売ってましたもん、もういらないって言って、で大体試すんですって、試すと大体18を選ぶ。卓録とかだと87よりもむしろこっちの方がいいかもしれないですよね。いや絶対いいですよ、うんうんうん、絶対いいです、うん、自信を持って使った方がいいですね。87は結構感度が高いので、ちょっとしたその部屋 その防音してるとかでも、その物音っていうかきしみ音がこう入っちゃったりとか、変なその低材波みたいなのが取れちゃったりとか、でもこれは本当に鋭いというか、その指向性が狭いのでこっちの方がうまくいくんじゃないかなと思いますけどね。マイクって、歌マイクって例えば狭いとこ入ったりするじゃないですか。そうすると何が問題かっていうと反射なんですよ。結局こうマイクに向かって歌うけど、実は反射が結構きてて、例えばこのぐらい離れたりすると距離差があるじゃないですか。ここに入る音とこう入る音とこう入る音、そういう距離差がやっぱり問題で、音波って1ミリセックで30センチするんですよ。音って30センチの距離差があったら、それ1ミリセックのディレイがかかる。何が起きるかっていうと、コムフィルターって言って、まあ、フランジャーとかコーラスとかあるでしょ。だからあれってディレイを揺らしてるんですよ。ほんのちょっと遅れたやつを、多分数字決まってるんですけど、フランジャーとコーラスって知ってますか？うん、あ、そうなんですね。知らなかったです。数字あるんですよ。ここまでがどっちかフランジャーだったかコーラスかで。うん、はい、でそれがこう揺れてるんですよ。揺れてるからああいうシュワシュワ言うんですよ。うん、それがね、固定されてるのが入る。固定されてるフィルターがかかるんですよ。それがコムフィルターって言うんですけど、だからそれコムフィルターかかった歌を取っちゃうと、あとどうにもできないです。なので本当に反射は気をつけてほしくて、それがだからさっきも言ったように87とかだともうちょっとまあ広いんで、その分拾うわけですよね、反射もね、うん、指向性が強いマイクの方が反射を拾うのが少ないんで、コムフィルターがかかりにくいっていうのはすごい重要ですね。本当にコムフィルターがかかった、うん、自宅で撮った歌とかあるんですけど、はい、どうにもできないです、ね、ですよね、はい、アンフィルターっていうなんかプラグインもあったりするんですけど、うん、まあそんなのではどうにもならないですね、うん、なのでとにかく僕はその歌をちっちゃいブースで撮るときは吸音をちゃんとしてほしいっていう、だその87と18選んだらのもやっぱ自宅で、うん、あの仮歌を撮るような、はい、まあ本ちゃんも最近撮っちゃうんですけど、うん、そういうタイプなんで、うん、多分18の方が使いやすいっていうですね、ことだと思います、うん、はい、じゃあこれで今日のトークセッション終了したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。